はい、皆さんこんにちは、ユーフィットトニーです。今日はですね、クロスフィットの中で、床からバーベルを持ち上げる3種目ですね、デッドリフト、それからクリーン、スナッチ、この3つの、基本的な構え方、解説していきたいと思います。デッドリフトは、足幅が腰幅で、つま先はまっすぐ前にします。手の幅は肩幅になります。クリーン、ね、2つ目のクリーンは、足幅は腰幅なんですけど、少しつま先を外に向けて、で手の幅は肩幅から拳1個分外ぐらいですね。で最後スナッチ、スナッチは足の幅はクリーンと同じなんですけども、手の幅がかなり、ね、広くなります。立った時に、腕を伸ばした状態で股関節ですね、そこにバーが当たるという手の幅になります。じゃあまずデッドリフトからいこうと思います、ね、デッドリフトというのは、バーベルを床からこの腰まで持ち上げる動作ですね。この動作の、足幅、それから手の幅ですね、これを確認していきたいと思います。まず足の幅なんですけど、腰幅です。もう足がストンとまっすぐ真下に落ちるように構えます。で、この時ですね、少しだけつま先を、気持ちまっすぐ、それから少し内側ぐらいに向けるような意識を持ってもらうといいと思います。そうすると、デッドリフトっていうのは体の、ね、裏側、もも裏だったりだとか、お尻だったりとか、それから腰、そういったところを使う動作で、足のつま先の方向をまっすぐ、それからちょっと内側に向けることで、もも裏をですね、しっかりと使えることができるので、こういった形で足をセットします。で、手の幅は肩幅です。もう肩からそのまま手がストンと真下に落ちるような形でそのまま握ります。で、こうすることで足と腕が、干渉することなく動作中ですね、こう上げてこれるので、足は腰幅、手は、肩幅ということになります。そしたら、2つ目のクリーンは、バーベルを床からこの肩まで持ってくる、動作なんですけども、これは足幅は、同じくね、腰幅になるんですけども、足のですね、つま先の方向が少し変わります。つま先を少し外に広げてあげますね。そうすることで、少し前、ね、足の前ももの方を使いやすくなるのと、あとは、バーベルを上げてくるときに膝がね、邪魔にならないので、そういった意味で少しつま先を外に広げます。で、手の幅は、この肩幅よりも拳1個分外側に持ってきます。そうすることでここに持ってきて、こうですね、こう、肩まで来た時に、うまく肘を返しやすくなるので、こういった手の幅になると。で、最後3番目スナッチですね。スナッチはクリーンと基本的に足幅やつま先の方向は、同じで大丈夫です。で、手の幅がですね、大きく異なります。スナッチというのは、バーベルをこの床から最後この頭の上ですね、ここまで持ってくる動作になります。じゃあどこの力を使って頭の上まで持ってくるかというと、この足の力になるんですね。で、足の力を、正しく、伝えるために、こうデッドリフトを引いてきて、ここのちょうどね、股関節までバーが来た時に、まだ腕がね、しっかり伸びて足の力がこう伝わるような状態にしたいので、ね、ちょうど立って、腕を伸ばした時に、このね、股関節曲がるところですね、ここにしっかりとバーが来るような手の幅にしてもらうという必要があります、ね、なのでこのクリーンよりもだいぶ広い位置ですね、を持ってこういうふうに持ってくるということになります。まあ、あとですね、この頭の上に持ってきた時も、手の幅がある程度広い方が、しっかりとね、心地よいというか、なかなか窮屈にならないですね、手の幅で持つことができるので、そういった意味でもですね、広い手幅になります。以上が、クロスフィットで、床からバーベルを持ち上げる、ね、主要3種目、デッドリフト、クリーン、それからスナッチの、足幅、手の幅になります。まずですね、この基本的な足幅、手幅、これをですね、しっかりとマスターすることで、まずクロスフィットの、ね、フォームが良くなるだけでなくて、皆さんの、ね、記録向上にもつながると思うので、まず一度、今度トレーニングするときに自分のフォーム見直して、ぜひこの足幅手幅を取り入れてみてください。それでは今日もご視聴ありがとうございました。ユーフィットのトニーでした。
Boom!